かえり。前髪やば。前髪やば。やばいね。ということで、なんで今日はここで動画を撮っているかと言いますと、今回はね、ホットケーキを作りたいと思います。はい、帰ってきてからのおやつということでね、ホットケーキを作りたいと思って言ったら動画を撮られてましたということですね。まあ、花金なのでね、今日は、はい、今週は花じゃないんだけど、はい、土曜日学校なんです、まあ、金曜日のね、学校を起きてからの過ごし方みたいな感じで行きましょう。ちょっとアコラ、うちで巻いてたこりゃっちゃん、かわいいですね。ホットケーキ作るんですか今から。はい、ホットケーキを作ります。珍しい。でもなんか葛藤してるんでしょ今。え、そうなんですよ。私ホイップを買ってきました。あのカロリーを見てなかったわけですよ、うん、で牛乳とか水の代わりに入れたら絶対美味しいなと思って買ってきたんですけど。何作るの？ホットケーキ買ってきたんですけど、リミ様が食べたいと言っておりますよ。めちゃくちゃカロリーが高いわけですよ。またダイエット中なんですか？またって言ってるけど。さあどうしましょう。どうする？ホイップ入れちゃう、うん、金曜日だし。中に入れないでホイップ外にかけたら。そっか、それでいいか。でもそれも大変だ。うちあの泡立てきないからね。手で泡立てあるよ。あ、超ちっちゃいじゃん、あれ。あれでいけるって。ほんと？そしたらパンケーキはさ、生クリームなしで食べるね。そうだね、そうしよっか。それでもいいし。じゃあ水に、水、あ、待って、牛乳でやる。待って、ふんわりかもちもちどっちがいい？リミ、ふんわりかもちもちどっちがいい？ふんわりで。ふんわりで。じゃあ牛乳。リミ様がふんわりです。で、ふんわりともちもちがいい。牛乳がなかった、これしか。ね、ふんわりともちもちがいいってどういうこと？あ、水50、牛乳50。ですね、牛乳がなかったわけでこちらを入れていきたいと思います、はい、でもこっちの方がいいやん。いいよね。あ、あのダイエッターには向いてるやつ、ママが飲んでるやつ、これですよ、これ、はい、え、どうしよう。え、50入れる？水50、牛乳50にする？美味しいかな。どっちでもいいよ。じゃあ50、50入れようか、うん、冒険してみよう。卵1個入れます、うん。なんかちょっと台所私使いこなしてるわ、感だ。やめて、そんなこと言うの。そんなことない。あ、これね、この前ママがダイソーで買ったやつ、購入品紹介しましたね。そうですよね。このあのビニールをね、こうやって入れてゴミ捨てにしてます。オッケーオッケー。うん、でよくまあかき混ぜるって感じ。うん、すぐ混ざっちゃうよね、こんな。最近全然料理しないよね。でも今日の朝さ、珍しく卵焼き作ってたじゃん。うん、作ってた。作ってたよね、うん、久々に。めっちゃ久々に作った。うん、で、なんか運悪い運悪いって、なんか卵こぼして、うん、今日は運が悪い。卵5回ぐらいこぼしたんですよ。運悪かった今日学校でも。全然良かった。あ、じゃあ全然。朝にやっぱ嫌なこといっぱい味わったから学校では良かった。あとね、うん、サラダのドレッシングこぼしした。どこで？そこで。あ、家で。朝ね。朝で、朝、うん、で朝全部嫌なことを済ましたって感じでしょ。そう、朝本当に災難だった。今日災難じゃん、最悪だと思って。でも学校では災難じゃなかったんでしょ。災難で、朝学校ではハッピーだった。ハッピーだったんだ、よかったね、うん、うん、よかった、よかった。どんなことがよかったの？ハッピーと感じさせる出来事は何？
楽しかったな。あ、今日は楽しかったんだ。いつも以上に。いつも以上に楽しかった。へえ。授業中？うん。休み時間？うん。今日なんか放課後にさ、話したのよ。恋話してきた。放課後に恋話してきたの？うん、放課後って何？学校の帰りってこと？うん、そうだよ。帰りながら話してきたの？違う。あのね、門。あ、門のところで。門で立ち話して、最後の最後まで立ち話してたの。ねえ、何人で？4人。うん。何人恋話してきた？みんな恋してんの？そういうこと？そういう恋バナじゃないの？うん、他人の恋バナ。あ、他人、噂話ね。そういうこと。何々ちゃんは何々君が好きでとか。じゃあ何々ちゃんと何々君が付き合ってるのって、そうなんだ、知ってるとかするの。もう5年生になると何人ぐらいお付き合いされてるんですか？3組ぐらい。すごい。いや、でも噂だよ。うん。あ、噂なんだ。噂で2か3。多分2か3かぐらい。どうなの？羨ましいの？え、別にまだいいかな。まだいいの？羨ましくはないの？そっか。うん。てっきり羨ましいのかと思った。羨ましくはない。そうなの？うん。だって好きな人できないんでしょ？できないわ。最悪、ちょっと、いや最悪、もう映れちゃった。映れちゃいました。あらら、最悪。とりあえず撮れないようにして。完成。はい、完成。あ、いいじゃん、美味しそう、美味しそう。いいね、いいね。じゃあもう3個作るんですか？はい、もう3個作ります。はい、いただきます。はい、ちょっとね、生クリームトロトロ、諦めました。諦めましたね。我が家の泡立て器かなって、ね、一応一生懸命頑張ってみたんだけどね。でも味はね、でも味は美味しい。でもさ、この時間にこれをがっつり食べちゃうとご飯食べれないね。今日のご飯は軽めのご飯だね。ね、ね。おはよう。お、リミちゃんの食べっぷりがいいこと。おいしい？ほんと性格出るような食べ方。え？ほんと性格出るよね。リミちゃんみたいなズボラ女子はガツガツいくよね。え？さあ、ん？フォークは振り回しちゃいけませんよ、リミさん。ナイフでしょ。それでナイフでした。振り回しちゃダメですよ、ナイフは。うまっ。うまっ。うん。ママ食べる？大丈夫。いいの？あら、ダイエット中でしたか？違いますよ。失礼。え、ダイエット中じゃないの？ママは万年ダイエット中だね。あれ、髪型変わりましたね。はい。お化粧もちょっとしましたか？しました。肌金ですからね。そうなんですよね。ちゃん持ってるね。はい。どうですか？可愛いよね。うん。でも髪の毛切ったらさ、もうその髪型できなくなっちゃうよ。そうだよね。いいね。やり納めってこと？もう少し伸ばしてから切る。大好きなシャンプーを選びます。はい。ね、これが可愛い。人気持って電池だったか。
そうなの？ドッグウォーターみたい、本当だ。好きね、シャンプー、ドリンク。毎回違うの買うよね。毎回違う。いろんなのを使いたいタイプってことでしょ？そういうこと。決まった？うん。どれ？この2つですね。はい、シャンプーとトリートメント。はい。はい、じゃ今回はこれでいいですか？はい。はい、じゃあ入れましょう。何それ？オイル。ヘアオイル？うん、ヘアオイルも好きだよね。あ、こういう匂いか。あまり？あんま好きじゃない。ヘアオイルもめっちゃ好きだよね。シャンプー、リンス、ヘアオイル。ヘアケア製品好きだよね。あ、そうだ。ん？あとさ、洋服のさ、うん、ミストあるじゃん、うん。あれなくなっちゃってさ、あれも欲しいなと思って。あれ、ピンクのね。前。別のとこで買ったやつ買いましょう。え、次何欲しい？ヘアオイル。そう、次これ欲しいんだけどさ、これでもさ、うん、美容院でさもらったやつも結構いいのよ。あ、でも美容院で買ったやつめっちゃ高いから次回は買わないよ。次回は買いませんよ。自分のお金、自分のお金で使ってまで 買いたい。3000円もすんだよオイル。あれどうしようかな。これはいくら？880円。なるほど、いいんじゃない？今回は買っていい？うん、それだったらいいよ。美容院のオイルはしーちゃんまだ小学生なんだから3000円は高い。高いよね。あの時はさ、買ったけどさ、味が高いし。うん、でかいやつね。この前ちっちゃいの買ったばっかりだよね。ほんとでっかいね。でもこんなでっかいの絶対使い切れなくない？3年以上。これピオレ、これ。ああ、サラサラパウダーシート。どう？使ってていい感じ。いい感じ。じゃあよかった。なくなったらまた買うのね。ないね、あれ。うん、この辺じゃない？こんなんじゃなかった？こんなんじゃなかった？ファッションファブリックミスト、これじゃないの？え、これかと思ってた。これの、ま、次にもう一個あったじゃん、ピンクのやつ。そうだっけ。これはもうなくなってる。こっちかな。このミスト、うん、でもないね。まあ、歌マロリキッド欲しいな。歌マロリキッド買おうかね。こちら衣類用のフレグランスね。はい、洋服にティッシュってかけるやつですね。はい、はい、これね、うん、洗剤出しててね、うん、めっちゃいい匂いしそうじゃない？うんうんうん、と思って。はい、いきましょう。はい、めっちゃいっぱい買いました。買いましょう。はい、